ルイス・ハミルトン、カーナンバー44でキャリアをスタートした理由を語る。メルセデス AMG のルイス・ハミルトンが有名なカーナンバー44の由来を明かしました。 BBC スポーツパーソナリティオブザイヤー授賞式で語ったものです。僕はいつも44番でスタートしている。これは8歳の時にゴーカートでつけていた数字だからだ。僕の父の車両登録番号が44番だったからなんだ。毎年チャレンジに立ち向かう新しいチャンスに過ぎない。ハミルトンはドライバー自身がレースナンバーを選択できるようになった2014年以来、一貫して44番を使用。カーナンバー44をつけたマシンで62勝と5回の F1 ワールドチャンピオンを獲得していますが、ワールドチャンピオンに許されるカーナンバー1を使用せずに44の使用を貫いています。まあ、というね、44番、僕が44番を選んだ理由は、まあ、お父さんの車のナンバーが44だったよっていう記事、はいはい、これ本当なんですか？本当です。多分本人がこう立ってますから。あ、なるほどね。はい。はい、まあ、お父さん結構好きなんですよね。だから、うん、一時期まあ喧嘩して離れ離れになりましたけど、うん、はいはいはい、まあ最初 F1 デビューした時はまあステージパパっていうかずっとそばについてて、うん、まあ、最近あのお父さんたまにしか、お父さんも別の仕事してるんで、うん、そっちが結構忙しいらしくて、あ、でもちゃんと働いてるんで、うん、よかったね。ちゃんと働いてて。何目線で言ってるそれ。いやいや、なんかね、もう得てしてその息子の紐みたいな生活をするお父さんもいるでしょ、やっぱり、はいはい、ステージパパだとね、はい、どこのよそのこと言ってるんですか。そっちの本業が今忙しいから、まあ、たまにしか来ないんだよって言ってましたけど、うん、まあ、たまに来るとあの普通に仲良くしてますよね、うん、あのモーターホームの上でテラスでなんかくつろいだりとか、うんうん、あのお互い、まあ、それぞれもう今別の家族が、お父さんの方もお母さんの方も別の家族がそれぞれ離婚してるんで、あるんですけど、まあ、それぞれ集まったりとかね、あ、そうしたり、うん、してます。まあ、結構そのハミルトンにとってはやっぱりその初心は忘れるべからずみたいな、はい、やっぱお父さんとの思い出っていうのが、まあ、彼の今のそのメンタリティを育んでるから、そこがやっぱり大きいんでしょう。だからチャンピオン取ったりとかすると、まあ、会見とかでこう長々と喋ったりするんですけど、そういう時はやっぱ必ず決まって、子供の頃父からこういう風に言われたんだとか、お父さんとこんなことしたんだっていうのを喋る。ああ、そうなんだ。やっぱりそのなんかやっぱり雑草というか雑草魂、うん、底辺から這い上がってきてるから、その中でやっぱすごい強さを彼は身につけて、特にまあイギリスの中でやっぱ人種差別、肌の色の差別もあるし、はいはいはい、うん、決してお金が裕福でやってたわけでもないから、そういうところでお父さんと二人三脚で這い上がってきたっていうのがやっぱ彼にとってはすごい大きいんですよね。なるほど。今のハミルトンのあの強さっていうのはそういうところで育まれたんだろうなと思いますけどね、うん、なるほど、うん、まあ、チャンピオンナンバーとしてがもう44番みたいな感じになってますね。そうね、チャンピオン取ってその本当は1番つけていいんだけど、うん、もうそれをつけずに44番でレースするって、アブダビグランプリの毎年フリー走行、金曜日のフリー走行1回目の時だけ1番つけるっていう、なんかそういう風になってますよね。まあ、でもマーケティング的にも1ってつけられると全部作り直さなきゃいけないからね、グッズとか、まあ、どっちみち新しいの作るでしょハミルトンだったら。毎回キャップ作ってるし、うん、でも44で統一しとくとね、ずっと使えるから、ね、まあ、やりやすいですよね、うん、まあ、そういうやらしいことは多分考えてないと思いますけど。まあ彼にとってはその初心を忘れないためのおまじないみたいなところもあるんじゃないですか、うん、その44っていうのは子供の時につけて、まあ、結構カート時代に使ってた番号だからっていうのをレースナンバーに選んでる人多いですけどね、うんうん、そういうドライバー結構いるんでしょ、うん、結構いますけど、まあでもハミルトンの場合はちょっと特別なそういうお父さんとの思い出っていうのがあるのかなと、うん、割とそういう精神論も彼は大事にするタイプですからね。あ、そうなんですね、うん、よくここのヘルメットの後ろにも Still I Rise っていうあのメッセージ入ってますけど、うん、あ、それもあの同じあの黒人の、うん、詩人の人が書いたそのメッセージなんですけど、うん、やっぱ自分は諦めないでずっと常に戦っていくんだっていう。今迷ったんですよ、ぶっこむかどうか。ハミルトンってブレーキングがすごい得意なドライバーなんですよ、バーンと奥まで行ってブレーキングで稼ぐっていうドライバーなんですけど、うん、それがなんで得意かっていうと、うん、カート時代にお父さんが、うん、カート上のねコース脇に立って、うん、ライバルがどこでブレーキを踏んでるか、うん、
ライバルが踏ん、一番速いライバルがブレーキを踏んでるところでお父さん横に立って、ルイスお前はここよりも奥でブレーキするんだって言って、それで最初は得意じゃなかったけど、だんだんそうやって練習してライバルよりも奥でブレーキングできるようになって、いつの間にかブレーキングが得意になったっていう。僕はあのお父さんが今あの人柱で立ってて、そこにブレーキングで突っ込んでコースサイドって言ったじゃないですか。なんで美談をそういうおちゃらけにしようとするんですか。またこれ多分評価下がってますよ。いやいやいや、せっかく太郎の今イメージ上がったのに、いやいや、また今ダダ下がりです。すごいすごいスパルタだったんだなと思ったのよ。まあでも本当お父さんと二人三脚で、そうそう、で、ね、その時にお父さんが、うん、コースサイドでよく目立つようにちょっと黄色のヘルメットかぶってたから、ヘルメット黄色ですよ。そう、もう全部がもうストーリーでつながってるんだ。そう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 、すごいね。へえ。デビュー当時はずっと黄色のヘルメットかぶってたでしょ。今は白だけど、うん、あのセナみたいなカラーリングで、まあ、セナがもちろん憧れの人だっていうのもあるけど、うん、それもあるんですよ。そういうことなの、すごいね。まあ、なんかそういうやっぱりね、そういうとこから這い上がってきてる人ってやっぱ違いますよね、うん、強いですよね。なるほど、うん、いいお話でしたね。はい、はい、ありがとうございました。